20歳にちなんで20個の誓いを立ててもらったと思うんですよ。はい、覚えてますか？全部はちょっと覚えてないんですけど、はい、あの会場中にいくつかねバーって見せたと思うんですけど、はい、残りもちょっとまだ全部ではなかったので見ていきたいと思います。まずこちら、プラス思考でいくと。はい、マイナス思考なんですか？うん、え、じゃあなぜこれを？わかんない。なんか前はもうすっごいマイナス思考でした。ほう。でも最近、うん、なんかあんまりこう物事を深く考えないようにして、うんうん、まあいっかっていう気持ちでこう生きてたらすごい楽で。ほう。何も考えないで。そう、なんかあ、もうやだこれって思っても、うん、まあいっかって思えたら楽観的になるわけね。なんかあと寝たら治ってるってことに気づいて、ほうほう、自分って、うん、すっごい寝る前イライラしてても朝起きたら何も思ってないんですよ。あ、じゃあもう悩んでてもしょうがないし。そう、だからまあ寝れば治ると思って、だからこれはもうポリシーで。なるほどね、プラス思考でいくと。はい。さあそしてもう一つこちら、少し小学生の勉強する。これはね、うん、した方がいいですよ絶対。はい、四国しました。四国4県言えます？あ、そういうの無理。え、どういうのならいいの？4たす3は？でもお願いします。私この今日こうみんなさ、うん、直ちでさ、こうさ楽しい雰囲気でさやってんのにさ、うん、まあ、計算とかそういう頭を使わないといけないことを言われると、どういうことよ。だ、小学生の勉強ってそういうことでしょ？そういうことですけど、漢字かけたり、今は足し算とか引き算とかしたくない。しょうがない、私イメージで許してやろう。はい、じゃあ逆に次21歳の時はやるよテスト。てか出てくれんですか？まず出る出る出る。本当ですか？全然出る。でテストしてすげえ採点するから。ああ、でも分かりました。それはでもちゃんとしないとなって。小学校、そうね、4年生が分かる問題ぐらいを。すげえ優しくしてるよ。本当は6年生がいいんだけど。確かに優しい。ね、ということで少し小学生の勉強する、はい、20歳の誓いね。ということで20個目があるんですけど、それはもう本人から後で発表してもらうということで。今ではなくて、いや今じゃなくて後でです。わかりました。はい、お願いいたします。ということで萩原舞20歳の誓いでした。